いや何を撮影してるんだい僕役者のプライベートを覗こうなんて悪い子だななんてね楽しそうに見えるけどこのミッション危険だよ 甘く見ると痛い目に遭うかもねつまり足元に気をつけてってこと転ばないようにねさすがにきついねもう何度ここと合宿所を往復したことか。 あと何度往復すればいいもうそろそろ終わってもいいのかなねえ君どう思う今の映像ちょっと見せてもらえるかい表情の確認をしたいんだけどああチョコレートはいいよね 特に、チョコチップクッキーなんてたまらないよ今のは演技じゃないからねもうちょっと情熱的に言った方が伝わったかなそうだねもうそんな時期か。 バレンタインといえば恋人たちのドラマ演劇では定番のテーマだ僕自身の恋はどうかってそうだねそれはチョコレートをくれた人にだけ教えてあげようかな このチョコチップクッキーまさか僕にこんな素敵な贈り物をもらえるなんて、はあ、僕はなんて幸せ者なんだそうか君が僕の前に幾度も現れたのはこの日のためだったんだねどうもありがとう心からの感謝を君に。 はあ、滑っちゃったかな感謝は本当だよ気持ちは演技じゃないつもりだけどこのクッキー僕の演技に送ってくれたのかいそれはちょっと意外いや素直に喜ぶべきところなのかなここは素直にお礼を。 どうもありがとうチョコレートき君が僕にあ <laughs> 夢みたいだとっても嬉しいよ大げさ <laughs> 嬉しい気持ちは本当だよ このチョコレートを僕にかい。ありがとう。嬉しいよ。本気で嬉しそうに見えるさすがに、こんな時まで演技はしないよ。もしもし、僕が誰だかわかるかな おっと、もう当てられちゃったか。<laughs> なかなかの名探偵ぶりだね。改めてチョコのお礼を言いたかったんだ。サックスの演奏を添えながらと思ったんだけど、うるさくなるから鬼にやめろって怒られちゃったよ。だから、今は言葉だけを送るよ。チョコレート、ありがとう。 その時を待っていたよ出会ってしまった君と僕運命的な瞬間ドラマチックだね少し照れくさいけど実を言うと期待してたんだ熱い思いのこもったチョコレート僕がもらっちゃっていいんだね <laughs> とっても嬉しいよどうもありがとう。 バレンンタインにお届け物それってもしかしなくても <laughs> やっぱりチョコレートだ嬉しいなしちゃった今大丈夫だったかい本当はもっと早くに連絡するつもりだったんだけど バレンタインのチョコレートをどうもありがとうまさか今日君からこんな驚きをもらえるなんて大げさそう言わないでよ嬉しい気持ちは本当なんだから送る手間までかけて届けてくれるなんて君も本当に変わってるよね <laughs> なんてねじゃあ また連絡するよおやすみなさい